なんだろう、バニラクリームとかね、チョコレート、ミルクチョコレート、そういうのをね、アタック、最初の口当たりがね、ものすごいボリュームのある甘いような印象ですね。はい、皆様こんばんは。お酒の塾長でーす。塾長部、塾長部、お酒、お酒。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。アメリカのウイスキー、ケンタッキーストレートバーボンウイスキーですね。ケンタッキーストレートバーボンウイスキーの代表銘柄、ホアローゼス。ホアローゼスの今回はブラックラベル、ブラックラベルをですね、明るく楽しく飲んでいきましょう。フォアローゼスは1888年ですね。1888年、ポール・ジョーンズさん。ポール・ジョーンズさんによってね、創業された歴史と伝統のあるバーボンの作り手ですね。で、ケンタッキーストレートバーボンウイスキーっていうのは、コーンですね。トウモロコシ。トウモロコシが半分以上原料として使われてる、穀物の総量のですね、半分以上トウモロコシが使われてるっていうことでね、それがケンタッキーストレートバーボンウイスキーの一つの重要な側面ですね。あとはですね、お乳の樽、新樽ですね。新しい樽しか使わない、内側、樽の内側を強くチャーしたですね、新しい樽しか使わない、そこにですね、原酒を詰め込んで、樽に詰め込んでですね、経年の樽熟成をしていくっていうことなんですね。で、バーボンウイスキー、ケンタッキーストレートバーボンウイスキーっていうのは2年以上熟成させたらよくてですね、ストレートと名乗る、ケンタッキーストレートっていう風に名乗るのはですね、名乗るのは4年以上っていうね、規定があるんですけど、どうやらフォアローゼスはね、リサーチする限り最低でもね、5年以上の樽熟成を使ってるんではないだろうかと。そして場合によっては5年から8年、そして10年以上のね、樽熟成のね、原酒をね、うまく巧妙にブレンドしてるんではないだろうかっていう風に言われますよね。熟成年数ね、バーボンの規定2年って言ったら短く感じられる方も多いかもしれませんけど、ケンタッキー州っていうのはですね、まさしくですね、夏はめちゃくちゃ暑くて30度以上になって、冬はね、氷点下0いくか、確かね、マイナス20度ぐらいまでいくっていうことですので、さらにはですね、新しい樽、新しいオーク樽、新樽を使ってるっていうことによってですね、非常にダイナミックな熟成、短期間で原酒、樽の中の原酒がですね、木の成分を取り込むのに十分な期間を要することができるっていうことでね、短い期間と思われるんですけど、非常にその気候によってですね、熟成が適した場所よって短い期間でも OK ですよっていうことなんですね。で、このフォアローゼス、ケンタッキーストレートバーボンウイスキーのフォアローゼス、今回ブラックなんですけど、このフォアローゼスっていうのは私もね、好きな銘柄の一つでして、非常にね、なんだろう、フローラルでフルーティーなイメージがするっていうね、印象があるんですね。で、これもね、各種調べてみるとですね、このフォアローゼスっていうのはね、ホームページに記載されてたんですけど、マッシュビル、いわゆる穀物の構成ですね、コーンとライ麦と、あとは大麦麦芽だと思うんですけど、モルトですね、コーン、ライ麦、大麦麦芽、この穀物の構成、マッシュビルがですね、大きく2つのマッシュビルがあるっていう風にね、書かれてるんですね。1個のマッシュ、いわゆる穀物の比率、穀物の比率だけじゃなくてですね、大きく2つのですね、穀物の比率に分かれて仕込んでるというのと、なんとね、イースト、発酵を司るイースト、酵母はね、5種類の酵母をですね、使用してるってことなんですね。で、まとめるとですね、その2種類のマッシュビールとですね、5種類の酵母の掛け合わせですね、掛け合わせによって、2×5 なんで、10種類の樽原酒、10種類のウイスキー原酒ですね、10種類の原酒を作り分けてるっていうね、そういうね、作り手、バーボンの作り手なんですね。なぜそのように10種類分けるかというとですね、これは私の今までの経験上の話ですけど、様々な原酒、様々な特性、種質のある原酒をですね、うまく取りまとめることによって全体のバランスを構築する、全体に、調和させるような役割、1個2個でもよろしいんですけど、どうしてもね、何でしょうかね、バランスに、飛ばないと言いますか、少しね、物足りないような感じになるんですけど、10種類の原酒をうまくブレンドすることによってですね、非常に取りまとまったね、製品になるってことなんですね。推測するに、例えばそれはですね、ベース味わいになるような原酒ですとか、
あとはね、フローラルな香りを出す、フローラルですね、そのような香りを出す原酒、まあこれは酵母の種類とかによって変わると思うんですけど、さらにはフルーティーな香りを出す原酒、あとはとろっとね甘く感じるような原酒とかね、まあそのようにですね、まあ後でね飲んでいってね確認していくんですけど、複雑なですね風味っていうのはね、この10種類のね樽原酒をですね、うまく絶妙に調合してるからっていう風にね言うのかなと思いますよね。他のバーボンウイスキーのメーカーがね、この何でしょう、10種類の作り分けしてるかっていうのはちょっと私知らないんですけど、ここまでねこのフォアローゼスっていうブランド銘柄大きいカテゴリーで一つでですね、そんなに10種類の原酒も作り分けてるっていうのはやっぱりすごいですよね。やはりそのですね、完成度といいますか、そのクオリティといいますか、そのね指向性は非常に高い、それがフォアローゼスなのかなというふうに感じますよね。今はですね、我が国キリンビールがね管理する、それのねグループになったんですけど、やはりその何でしょう、日本が傘下になってる、日本の企業が影響してるっていうのは、もしかしたらね多少その酒質にもですね、日本人の好みに合うようなところも少し調整してる可能性があるんではないだろうか。特にこのブラック、フォアローゼスのブラックはね、日本限定発売なんですって。日本限定発売のものですのでね、より一層我ら日本人の何だろう、繊細でたわやかな口に合うんではないだろうかっていうね、そういうことを思いつつこのフォアローゼスブラックを飲んでいきましょう。オープンしていきまーす。フォアローゼスバーボンと記載でありまして、この4つの美しいバラ、シンクのバラが印象的、代表的ですね。外観は美しい琥珀ですね。ビューティフルなゴールド、やや濃い琥珀、アンバーでしょうかね。ではフォアローゼスブラックストレートを確認していきましょう。まずは香りです。うん、やはりですね、バーボンウイスキーによく登場するようなですね、クール感といいますか、清涼感、冷涼感ですね。それはですね、ハッカ系といいますか、ミント系といいますか、杉の木、私がよく表現するのが杉の木、ユーカリ、メントール、杉の木、ユーカリ、メントール系統ですね。でどことなくですね、なんだろう、まな板とかね、そういう木関係、木、薄い木、まな板だ、まな板ですね、そんなニュアンスもありまして、でね、穀物の甘いような印象、バニラとかキャラメル、この辺はまだね控えめなんですけど、そのなんて言うんでしょうね、穀物パンのようなふっくらしたようなですね、そんなニュアンスと、あとはピクルス系統、なんだろう、ハンバーガーのねピクルスの方ような雰囲気、ニュアンスもあるんじゃないだろうかって思いますよね。ストレートのこの第一印象のね、この香りはやはりですね、杉の木、ユーカリ、メントールですね。杉の木、ユーカリ、メントール系統がよく出てるのかなというふうに、現段階では見受けられまーす。まあこういうのもね、時間経つとまだ変わってきますんでね。そこがまあ面白いところではあるんですが。さあ、口の中に含んでいきましょう。フォアローゼスブラックのストレートです。芳醇ですね。とろっとね、甘い感じです。甘いボリューム入ってきます。なんだろう、バニラクリームとかね、チョコレート、ミルクチョコレート、そういうのをね、アタック、最初の口当たりがね、ものすごいボリュームのある甘いような印象ですね。そして、その甘い印象は残しつつですね、口の中を流れに従ってですね、徐々にですね、洗練されたピュアなビターさ、ドライさ、苦味&ドライさがね、流れてきますよね。いや、まろやかでね、上品、エレガントですわ。スルッと流れてくる。綺麗ですよね。すごいクリアでスムーズで綺麗に流れてきます。で、飲み込んだ後はね、コクも豊かなんですけど、余韻もね、非常にたおやかにさーって流れていく。ただ、存在感は残してますね。存在感は残してて、なんだろう、丸い乳和な感じ、男性的骨太というよりは、マイルド、たおやか、丸い印象、しかしがっしりしているような、なんて言うんでしょうねかね、落ち着いた印象、そのようなね、手術。うん。このフォアローゼス、やはりですね、その、なんて言ったらでしょうね、なだやかさと言いますか、その、たおやかさっていうのがね、より残ってる、より感じられる、
バーボンウイスキー、ケンタッキーストレートバーボンウイスキーなのかなっていうふうにですね、思うことができました。おー、なんやろ、お花ですね。お花畑、フローラルな印象ですね。もわっと華やかで上品でエレガント。このね、なんていうんですか、レンゲの花じゃないんですけど、お花関係ですわ。花、もわっとフローラルな感じきましたね。そして、それと一緒に平行に感じるのが、ミルクチョコレート。ミルクチョコレートですね。バニラ、キャラメルもあるんですけど、ミルクチョコレートな印象です。うん。そして、先ほどストレートで感じたような、針葉樹林関係、杉の木、メントール、ユーカリ系統の針葉樹林、タイガ。タイガーもあるんですが、ちょこっとピクルス、ちょこっとピクルス、そんなニュアンスの香りもありますね。やっぱりこの辺ね、10種類のウイスキー原酒を巧みにブレンドされているっていうのがね、よく理解できるような、さまざまな種質個性のですね、原酒を混ぜること、ブレンドをすることによってね、複雑なこの香りになってるのかなというふうにね、私は思いますよね。ではカスイのフォアローゼスブラック頂戴していきます。口の中に含んでいきましょう。いやー、スルッとさっと甘く流れてきますわ。スイーティーウォーター、スイーティーウォーターですね。滑らかスムーズ、さらっと流れてくる、そのね、その感覚、テクスチャーはですね、ミルクチョコレート、ミルクチョコレート、キャラメルチョコレート、キャラメルチョコレート、ミルクキャラメル、ミルクキャラメルのような感じですね。スルッとね、流れてきますね。いや、たおやかで優しいですわ。マイルド、これ全然ね、抵抗感がないっていうか、違和感がない流れですね。そして、じわ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 とですね、形質的に大人が喜ぶ的確なですね、そのような苦味が来るんですけど、どちらかというとね、甘みとね、まったりとした印象、これは旨味って言ってもいいのかもしれませんね。甘み、まったりとした印象がですね、最後までスルッとさらっと流れてきてですね、喉の後、喉を飲んだ通った後もですね、綺麗に上品に流れてきますわ。フェードアウトも綺麗。いやー、このケンタッキー、ストレートバーボンウイスキー、いろんな銘柄ありますけど、フォアローですわね、やはりね、私の中ではもうそうなんですけど、ちょっとね、一つね、なんだろう、異なるっていうかね、異なる世界にいるっていうのをですね、再認識させられるような種質。特性っていう風に思いましたね。いやー、来ましたね。めっちゃトロッと甘く入ってきました。トロッと甘く入ってきましたね。糖蜜、砂糖が凝集されたような、バニラクリームが凝縮されたような、クリームがコンセントレートされたようなですね、飲み口ですね。トロッと甘く入ってきます。トロッと甘く入ってくるんですけど、途中からですね、これはですね、木ですわ。樹木、木、木のですね、渋み、心地よい渋みですね。ポリフェノールの仲間であります、タンニン、木の成分のタンニンですね。タンニンの心地よい渋みを感じることができますね。渋み&苦味連合群、渋み&ビタガネス連合群ですね。まさしくオークダルのシンダル、オークダルのシンダルがウイスキー原酒の中にですね、抽出、木の成分が抽出されたということをね、感じざるを得ないような味ですわ。なんだろう、木を飲んでる、木を液体化して、木を溶かして飲んでるような感覚って言ったらいかがでしょうかね。非常にですね、これは心地よい印象でですね、お酒の変態であります、プラスなんだろう、飲んべお酒大好きなお酒の熟女にとってはたまりませんよね。甘くトロッと入ってきてですね、途中から気を感じる、まさしくその自然を感じるって言うんでしょうかね。心地よい渋み&苦味連合群、その2つが手を取りつつ、取り合いつつ、そして飲んだ後がですね、ロッキーにするとやっぱりハードボイルドです。ハードボイルドですね。優しくてたおやかな印象があるというふうにね、ストレートの霞の時は申し上げてたんですけど、そのような印象を申し上げてたんですけど、このロックはですね、がっしり、がっしりと言いますかね、力強い存在感ですわ。強い、圧倒的な、なんだろう、強さを感じる、
アルコールがバシバシ強いっていうことではなくてですね、酒質のボリューム、酒質の特性、これがフォアローゼスブラックなんだ、これがフォアローゼスブラックのロックなんだっていうことをですね、堂々たる主張、堂々たる議論、立ち向かって来ていただいてるような、対峙させてくださるような、そのようなですね、秀逸なロック、私はそのように感じることができました。香りはね、非常にフルーティーな感じしましたね。フルーティーな青リンゴ系統、青リンゴ洋梨ですね。さあ飲んでいきます。失礼いたします。うん、おお、穀物ですわ。コーン、トウモロコシを感じますね。なんだろう、このまったり感がね、ソーダと穀物のね、エッセンスがうまいこと調和してますわ。もっとね、フルーティーでミルクチョコな感じがするのかなと思ったんですけど、これはね、穀物ですわ。穀物のお酒、穀物のソーダ割りを飲んでる。あー、なるほどね。で、じわ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 と洗練された苦味、じわじわと洗練された苦味が来るんですが、全体的にまったりした印象、まったりして旨味を感じるような、そのようなね、ニュアンスですね。いやー、やっぱりこれはスイスイいけるね、これね。何杯でも飲み続けられる酒質です。なんだろう、尖ってないっていうんかな、なんかね、全部を包み込むような感じですわ。全部を包み込むような感じ、そしてスルッとさらっと流れていくんですね。スルッとさらっと流れていく、このまったり感すごいね。最後にね、この加水の香りをね、もう一回嗅いだんですけど、そうすると出てきましたね、それがね、ちょこっとチョコレート、麦チョコ、豆チョコ、ちょこっとミルクチョコレート、そんなね、ニュアンスが出ましたね。やはりこの辺ウイスキーっていうのはね、なんだろう、刑事的に長い時間でその時々の確認をしていった方がね、より面白い、よりね、その思考性は深まるのかなと、その思考性は深まるのかなということをね、教えてくださった加水、そして全般的な飲み方の銘柄でしたね。深く納得できました。では今夜はケンタッキーストレートバーボンウイスキー代表銘柄フォアローゼス、4つのバラフォアローゼスのブラックラベル、ブラックで乾杯。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。お酒の塾長でした。塾長オップ、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 お酒、お酒、お酒。